モガディシオ・ビラブルッチ鉄道はかつてイタリア領ソマリランドにあったシェベリカワ沿いの鉄道。1914年から1941年に主として農作物の輸送に使われた。第二次世界大戦後イギリス軍に破壊された。以後ソマリアには2013年現在に至るまで鉄道がない。19世紀末イタリアは 今日のソマリア東部にあたる地域の植民地化を進め、イタリア領ソマリランドを作った。第一次世界大戦後、その中心都市であるモガディシュを起点とした鉄道の建設が進められた。1918年、モガディシュからバイドアイの鉄道が計画されたが、アフゴイでシェベリ川を越えることができず、29km の段階で中断した。 鉄道として運営が開始されたのは1924年9月からだった。1920年代になると、イタリア貴族のルイージ・アメデオ・ディ・サボイアが、シェベリ川沿いに広がる植民地村をつなぐための鉄道建設を計画した。1927年1月に着工され、9月に完成した。長さ1 1 4キロメートルで、終点は、ビラブルチの鉄道が建設された。 当初の計画では、ソマリアの国境を越えて、エチオピアのオガデンまでつなぐ計画だったが、エチオピア側が難色を示して1936年に中止されている。イタリアは1936年、エチオピアを併合して、イタリア領東、アフリカを作った。1939年、イタリアの指導者ベニートムッソリーには、 モンガディシオとエチオピアの首都アディスアベバを鉄道と道路で結ぶことを計画したが、第二次世界大戦には道路しか間に合わなかった。1941年、イギリスがイタリア領東、アフリカを征服すると、鉄道はイギリス軍によって解体された。それ以降もモガディシコ内でのみ、部分的に使用されていた。 1942年にイギリスはこの蒸気機関車のいくつかをエリトリアに移動し、マッサワ・アスマラ鉄道に流用した。1980年代、ソマリア大統領のモハメド・シアド・バーレは、鉄道の再開を計画したが、間もなく、バーレが失脚して、ソマリア内戦へと突入したため、実現しなかった。この鉄道は、政府系の会社ヘロビ・サマレイが運営していた。この鉄道は、 主として、貨物輸送に使われた。貨物は、主として、農業関係で、ビラブルッチで採れたバナナとコーヒーを、モンガディシオの港から輸出することが多かった。その他、観光客も運んだ。1930年の営業成績は、乗客19,359人、貨物43,467トン、売上159,527 15、ソマリアリラだった。 ソマリア鉄道の設備は基本的にはエリトリア鉄道と同じものである。三種が使われた。一種は車軸配置がホワイト式で0から4から0で、二種が0から4から4から0だった。エリトリアで使われていたソマリア鉄道と同型の202式蒸気機関車。202シリーズ1927年から1937年頃に、 イタリア・ミラノのブレガの工場で作られた小型の0から4から0タンク機関車で今日で言うスイッチャー用機関車に近い。ショートサイドタンク機関車で後方に石炭庫があり、さらに砂巻き装置用の砂にドーム壁を挟んでボイラーの熱が伝わるようになっているものであった。これは砂を乾燥するための工夫として当時人気がある仕組みだった。また、 ワルシャート式弁装置の蒸気機関車だった。440式機関車440シリーズ初期のマレー式機関車の一つ。この一台、1915年にジェノバで作られた車体がエリトリアのアスマライ機に保存されている。アンサルド442式機関車442シリーズこれまでの440式と441式を大型のものと交換するため、 1938年にジェノバのアンサルドで作られた。この機種は構造はシンプルであったが重量が大きいために動かしにくかった。これもショートサイドタンク機関車だった。モガディシュ鉄道用には若干大型すぎるものであった。AB レールウェイズ・イン、イタリアン・コロニーズ、ソマリア。ありがとうございます。